今回は銀魂のコミックスに掲載されている、読者と触れ合う質問コーナーの中で、特に面白かった空知先生の回答を紹介していくぜ。空知先生って、漫画が面白いのは当たり前なんだけど、いつもその時々に応じて、ウィットに富んだ文章をアニメやイベントで披露してくれるわよね。この動画で紹介する質問コーナーは、原作の第3巻から空知先生が読者との倦怠期を避けるため、そして、何でもいいからおまけページを埋めるため募集を始めたコーナーなんだぜ。めちゃくちゃな質問や、難しい質問にもキレキレな回答をしてくれて面白いから、ぜひ最後まで楽しんでいってね。まずは、第5巻に掲載された神奈川県ペンネームなしさんからの質問だぜ。先生は幕末をちゃんと勉強してから作品を書いていますか？睦宗光は土佐出身ではありません。っていう、質問というか苦情に近いわねこれ。確かに睦のモデルになった睦宗光は、紀伊の国出身みたいだけどあくまでも、モデルよね。漫画というフィクションに対して、結構厳しい意見な気がするわ。これに対して空知先生は、その前に幕末に宇宙人はいません。もっとしっかり勉強したまえ、と返答。たった2行で質問者を完全論破したぜ。漫画家としてベストな回答だし、誰に何を言われても軸がぶれない感じがいいのよね。あと、普通に面白い。この回答はネット上でも、さすがゴリラ、いや、ゴリラ天才、など、多くの称賛を受けたぞ。ナチュラルにゴリラ呼ばわりだけどね。人の創作物に対して、とやかく言う人には、空知先生の回答をぶつけて黙らせよう。続いては、第57巻に掲載された長野県坂田佳穂さんからの質問よ。私は前期試験で憧れている人か尊敬している人を聞かれたら、銀魂という漫画の主人公坂田銀時です、と答えようとしていました。聞かれませんでしたが、これってありだと思いますか？二次元オタク決め。って思われますかね？そもそも二次元オタクってキモいですか？っていうオタクの私には耳が痛い質問だな。よくわからない偉人より、自分が好きな漫画のキャラクターの方が尊敬しやすいもんね。これに対して空知先生は、君がやろうとしていたことは、例えるならおにぎりの具で何が好き？具志堅用高って、答えるようなもんです。キメイでしょ。オタクがキメイんじゃない、コミュニケーション下手なオタクは自己が肥大化して他人の話を聞くより、自分が何を話すか考える人が多い、そして会話に不具合が起こる。それがキメイんです。と、答えたわ。例え方がわかりやすくて、すぐ納得できるな。続けて、まずは、面接官の話をちゃんと聞きましょう。君が好きなアフロの具は？具志堅用高ならわかりますよ。でもここはおにぎりの具を聞いてるわけでしょ。二次元で尊敬している人ではなく、現実で尊敬している人を質問してきているわけでしょ。じゃあ君が答えるべきは一つでしょ。具志堅用高です。アドバイスが的確かつ、オチまで完璧なんだが。そう、これが空知と具志堅の力よ。実際具志堅さんは世界王座を連続で13度も防衛した、伝説のボクサーだからね。みんなも面接の時は、面接官の話をよく聞いて、尊敬する人を聞かれたら、具志堅用高です。って答えましょうね。ちなみに、就活の面接で尊敬する人物を、空知秀明先生です、と答えて、不採用になった人がいたから気をつけろよ。次に紹介するのは、第51巻、劇場版銀魂最高でした。さんからの質問だぜ。先生に質問です。この間、母が劇場版銀魂がヒットしていることを聞いて、きっとこれくらいの人気があるならヒルズにでも住んでいるのねと言っていました。本当ですか？っていう、すっごく気になるけどなかなか聞けないし、答えづらい質問ね。これに対して空知先生は、生々しい話をしますと、映画というのはどれだけ観客が入ろうとどれだけ興行収入を上げようと、作家の懐には何も入ってきません。最初に原稿使用料というものが支払われるのみですという、驚きの真実を教えてくれたぜ。確か、この頃放映されたのは、劇場版銀魂よろずやよ永遠なれよね。興行収入は、17億円。私この回答を見るまで、興行収入分も作者の方に支払われるのかと思っていたわ。空知先生が言うには、ほとんどの金は出版社やアニメ会社といった悪徳企業の懐に入るそうだ。収益者もサンライズも悪徳企業ではないけどね。でも、実際現場で頑張っているスタッフの方々に入るわけでもなさそう。漫画家にとっては、単行本を発売した方が儲かるみたいだぞ。そして、なのになんで血尿垂れ流してまで映画に協力するのかというと世の中にはヒルズなんかより、ずっと素敵な物件があるからです。それはね、お母さんあなたの心です。皆さんの心に銀魂を届けられるなら僕らは段ボールヒルズに住んだって構わない。作家だけはそんな誠実な気持ちで作品作りに取り組んでおります。なのでお母さん僕らを哀れと思ったら映画だけじゃなく単行本も買って、印税で僕をヒルズに住まわせてくださいと締めくくったぜ。みんなー、単行本買いましょうね。
銀魂に関係なく、好きなアニメがあったら単行本も買って作品と作家の方々を盛り上げましょう。もっと言えば、映画の興行収入も、ヒットした分だけ作家さんに支払われればいいわよね。いろいろな要因を考えたら答えづらい質問だが、空知先生のキャラだから答えられたところもあるよな。続いては、第12巻青森県工藤さんからの質問よ。第58夜で戦争なんさしょうがねえだろ。と叫んでいるラビ。目に涙が溜まっているように、見えるんですが、気のせいですか？っていうか気のせいじゃないはずです。男らしく逃げないで答えてください。ラビ？って？ん？これに対して空知先生は、泣いてましたよね。あれ、まあラビもいろいろ辛かったんでしょうね。戦争だから仕方ないと理屈では必死に自分を納得させようとしているが気持ちでは、という感じでしょうね。まあ僕はラビじゃないんで詳しくはわかりませんが、ラビじゃないっていうか、ディーグレイマンでもねえからこの漫画、と答えたわ。ですよね。結構真面目に答えてたからびっくりしたぜ。これ、当時同じくジャンプで連載されていた、ディーグレイマンのコミックスで募集していた、質問コーナー、談話室に送られたハガキが、誤って銀魂に届いちゃったのよね。しかもこれ、アニメ第92話のおまけパートでも、そのままやってたからね。銀時が空知先生の代わりに質問に答えてたよな。このことについて、オフィシャルアニメーションガイド、銀魂アニメガヤガヤ箱では、星の桂先生にラビの話が出て嬉しかったですって言われましたよ。と、プロデューサーの東深志さんが語っていたわよ。東さんは、D グレイマンのアニメプロデューサーでもあるんだよな。工藤さん、銀魂は読んでなさそうだけど、漫画やアニメに質問が出たことを知っているのかしら。次に紹介するのは、第20巻神奈川県増田純平さんからの質問だぜ。空知先生こんにちは。僕は増田純平と言います。銀魂大好きです。だから僕は空知先生と同じ漫画家になります。ですって、なんだか可愛いわね。なると言ってもまだ絵は上手くないし、全然ダメです。いつもナルトの絵を描いたりしているのですが、全然上手くなりません。だから先生の弟子になりたいですって。ん？これに対して空知先生は、君は多分自分で気づいていないんだろうけどあのさ、純平くんさ、君、岸本先生の弟子になった方がいくね？と、純平くん本人も知らなかった。ナルトが一番好き、という本当の気持ちを、教えてあげたんだぜ。なんか切ない。似たような質問は他にもあるわ。第59巻三重県姉ちゃん、姉A さんからの質問は、ペンネーム物騒すぎない。空知先生こんにちは、私は最近、暗殺教室を読み始めたのですが、姉と喧嘩してネタバレされました。ありえないでしょ。私は姉に仕返ししたくてたまりません。何かいい方法はありませんか？私が姉を、してしまう前に教えてください。お願いします。いやこっちの方がありえないでしょ。これに対して空知先生は、空知先生が君たち姉妹を、する前にもう一度君たちの行った所用を確認し、もう一度手紙の宛先を確認しようと答えたわ。いや当たり前だろ。空知先生は友達か。工藤さんは、漫画サイドのミスだし、純平くんは、自分の気持ちに気づいてなかっただけだけど、この方に関しては、空知先生こんにちは、って、言ってるから意図的に送ってきてるんだよな。銀魂は読者もクレイジーだぜ。この他にも、モンハンの緊急クエストではボウガンで行った方がいいですか？それとも立ちで行った方がいいですか？助けてくださいや。ヤムチャの顔の傷は一体どうしてできたんですか？などの専門的な質問も多く届いていたわ。みんなゴリラ呼ばわりしている割には、何でも聞きすぎだろ。空知先生はグーグルか。次に紹介するのは、第50巻大阪府特化さんからの質問だぜ。空知先生こんにちは。先生の名前がニュースになっていたのでハガキを送りました。中国の動物園でゴリラの赤ちゃんの名前を募集したところ、空知秀明が一番人気だそうです。こういうのってやっぱり嬉しいですか、先生？私はなんか嬉しいです。これに対して空知先生は、それは一番人気というんですかと回答した。このニュースは、2012年5月に上海のとある動物園で誕生したゴリラの赤ちゃんの名前を、生後1周年記念として中国版ツイッター、ウェイボーで募集したところ、ぶっちぎりの票数で空知秀明が1位を爆走中というものだったぜ。銀魂って中国でも人気なのね。そしてオタクがやることって世界共通だわ。このことがウェイボーの一部で話題に、さらに投票をするよう呼びかけも起こり、お祭り状態になってしまったそうだ。ツイッターも、バルス祭りとかあったもんね。しかし、しばらくすると、悪意のある投票行為があったので、システムを一時停止しますと、投票ページは削除されてしまったそうだ。それでいいと思うわ。空知先生も複雑だろうし、ゴリラ的にもおっさんのフルネームじゃなく、ちゃんとゴリラのために考えられた、いい名前にしてほしいもんね。他にもゴリラに関しての質問で、
ゴリラって本当にバナナが好きなんですか？ってのがあったんだが、実はゴリラはバナナはほとんど食べません。ハンチャーセットばかり食べてます。って答えていたぞ。それ、日本の北海道滝川市出身のゴリラだけ。続いては、第67巻瀬戸内レモンドレッシングさんからの質問よ。そらち先生こんにちは、質問です。ファンのみんなから送られてきたイラストや質問はがきは、どうやって選んで掲載しているんですか？だって、それ私も気になる。これに対してそらち先生は、内容が面白いとか面白くないとかあんまり関係ありません。ほぼ僕のノリとタイミングです。例えばこのはがきなんかは、僕に時間がないのでシンプルに答えやすい質問をしてくれている。発想力に乏しいセンスのかけらもない普通中の普通の人のハガキが選ばれています。と、答えてくれたわ。辛辣。質問が掲載された時は、やったぜ。発想力に乏しくセンスのかけらもないから乗ったぞいいだろ。って、一言一句漏らさず言わなきゃダメみたいよ。そんなこと言わなきゃいけないなら乗りたくない。っていうか、67巻ってかなり終盤だよな。絶対自慢してた人たくさんいるだろ。この真実が明かされるまで12年あるし、ここまでで230個の質問が掲載されてるからね。パパの質問が銀玉に乗ったんだぞ、面白いから、とかもありえるよな。そんなこんなで、今回の動画はここまでだ。そらち先生って漫画だけじゃなくて、文章も天才的よね。エッセイとか読んでみたいけれど、本人は漫画家だからと断っているんですって。この他にも、そらち先生の面白すぎる質問が、全部で292個もあるから、気になったら単行本を購入して、そらち先生に印税をあげよう。言い方、みんなはどの質問と回答が一番好き？ぜひコメント欄で好きなだけ語っちゃってね。この動画ではこんな感じで銀玉の動画を投稿しているから、高評価、チャンネル登録もよろしくな。次回も動画見てちょうだいね。